いつもご視聴ありがとうございます。今週のアグレット公式アナウンスまとめ動画となります。今回のトピックは以下の通りです。まずは8月24日と25日のコービーデイイベント、皆さん楽しまれましたか？靴どれもかっこよかったですよね。でももう25日の午前中で全部終わりでしょと思っている方いませんか？8月中まだ続いているものもありますよ。コレクションの期限など少し時系列が混乱している方が多いと思いますので、もう一度整理しておきますね。次に先週発売されたインディアルライフスニーカーについて、 Android 端末をご利用されていて不具合で買えなかったという方へ朗報です。別の購入方法が用意されたそうですのでご紹介しておきます。他にもコンポーネントハントやデイブダラーの期限などについて、8月のホットデイブサマーのやり残しがないか簡単に整理しておきましょう。最後にいつも通り今後1週間のスケジュールを確認します。今週は聞き慣れないショップ9というキーワードに注目です。ではまず8月24日からのコービーデイイベントについて、たくさんスタッシュ開けて回った皆さんお疲れ様でした。皆さんコレクションは完成しましたか？私はね、おかげさまで無事にコンプリートできました。もう25日の0時発売のスニーカーも完売していますし、午前中でスタッシュからコービースニーカーが出現する期間は終わってしまったんですが、どちらかが集まり終わっていない方もまだチャンスはありますよ。コービーデイコレクションを完成させる期限は日本時間の8月26日午前11時までです。取り逃した、買い逃したというものがあっても、それまでにマーケットで購入できればコレクション報酬のコービーアパレルがもらえます。この動画をね、見てくださってるのがその前だといいんですが、コレクション報酬のコービーアパレルは金曜日ということなので、その期限締め切りのすぐあと26日中に届く感じですかね。さて、報酬のアパレルとその他のスタッシュから出るアパレル、さらに全員に配布されるアパレルとたくさんあって混乱している方が多いんですが、まずコレクション報酬のアパレルは先ほどの通り8月26日の午前11時までにコレクションを完成させた場合にもらえます。現時点でコレクション要素の入手方法はマーケット購入のみです。次にこの真ん中のフーディはアクティブプレイヤー全員に配布されます。もう25日中に受け取った方が多いでしょうかね。アグコももう来てます。そして一番下のスタッシュから出るコービーアパレル、まだ全然集まってなかったのにという方も安心してください。こちらは8月末までスタッシュから出続けます。なのでまだ1週間近くありますのでね、諦めずにスタッシュを開けてみてくださいね。私は近所にアパレルの出るスタッシュが本当になくてね、まだ一つもないんですよ。これ集まるかな。靴下が今基本の色しか持ってないので、可愛い色のソックス欲しいんですけどね。あとアパレルが出るところはめっちゃ出るみたいですね。かぶって何個も同じのがあるんですけどという方もいらっしゃるようですね。今は持っておくしかできないんですが、将来的にはアパレルもマーケットで売買できるようになりますので、いっぱい持っておくと服屋さん開けるかもしれません。では次に先週発売されたインディアルライフスニーカーについて、 Android 端末から購入しようとすると画面に全く文字が打ち込めなくて買えないという不具合がありましたよね。その対策としてアプリ画面とは別の直接購入するためのフローが用意されました。公式のツイッターにもリンク載っていましたが、この動画の概要欄にもリンク貼っておきますね。この方法で注文すると NFT は1から2週間後に別途届けられるようです。このインディアルライフスニーカーは予約販売ですので、配送は8週間から12週間後になります。これはアプリから購入する場合も同じですね。この直接購入ができるのは日本時間の8月28日日曜日午前9時までとのことです。アプリ側でも8月28日日曜日までショップに残るということですので、時間も同じ朝9時までだと思います。今回のこの不具合はアグレット側の問題ではないと思うので、対策難しいかなと思ってたんですが、結構早かったですね。買いたかったのに Android から注文できなくて諦めたという方がいらっしゃったら、ぜひこの方法で改めてご購入検討してみてください。では次のトピックに移りましょう。
8月もあっという間に終わろうとしてますね。ホットデイブサマーの期間もあとわずかです。ホットデイブサマー期間中にスタッシュに隠されていたコンポーネントやデイブダラーのチケット、こちらは8月いっぱいまでの出現になります。視聴者さんの中でもデイブダラー引き当てている方いらっしゃいましたね。おめでとうございます。すごい確率ですよね。そしてコンポーネントハントのコレクション完成期限は日本時間で9月1日の朝9時までです。コンプリートするとリワードのゲーム内スニーカーデイブランナーがもらえるのと、そのインリアルライフスニーカーの抽選に参加ができます。少し注意していただきたいのが、8月いっぱいで終わったと思って9月になった瞬間にパーツを全部売り払わないでくださいね。リワード配布のための判定はコレクション完成期限の9月1日に行われるはずですので、その前に手放してしまうと8月の努力が水の泡になってしまいますのでね、気をつけてください。コレクション報酬のゲーム内スニーカーデイブランナーは9月1日以降にまとめて自動配布、インリアルラフスニーカーの当選者にはゲーム内チャットを通して遅くとも9月6日中にはお知らせがあるようです。パーツがスタッシュから見つけられなかったという方でも、マーケットでの売り値もこの1週間でまただいぶ下がりましたし、なんとか全部揃えられるように応援しています。私はね、未だにテキストだけ出なくて粘ってます。しぶといでしょテキストもだいぶ値下がりしてきていますのでね、パーツ難民の皆さん、残りの期間も諦めずに頑張りましょう。さて、少し一休み、みんなのアグレットフォトのコーナーです。いつもアグフォトをお寄せいただいている皆さん、ありがとうございます。先週からこちらは少しお天気が悪い日が続いています。ということで今週はお天気に関係する写真をピックアップしてみました。まず初登場、レオルーサーとお読みするんでしょうか、レオさんの投稿です。綺麗な夏空ということで爽やかな写真ですね。こちらではしばらくこんなすっきり晴れた日がないので、久しぶりに青空を見せていただきました。続いてこちらも初登場、アグレット誠さんの投稿です。本日は富士急へ桜坂ライブを見に遠征ということで、見事な富士山の写真です。雲のかかり方が綺麗ですよね。ライブもいいですね。いい気分転換になったでしょうか。最後にアキラマンさんの投稿です。夕暮れに虹2本あるということで、珍しい2本虹の写真です。なんかいいことありそうですよね。これ私初めて知ったんですが、このはっきり見える方が主虹、薄い方が副虹って言うんですってね。それでこれ写真だとちょっと分かりにくいかもしれませんが、副虹の方は主虹と色が反対になるんですよね。へーへーへー、これまた年バレちゃいますけど、へーと思った方はぜひコメント欄に何へーか書き込んでみてください。今後もぜひ皆さんの歩いている風景、お気に入りのグッズなどをシェアしてください。みんなのアグレットフォト、略してアグフォト、あるいはアグレットフォトのハッシュタグをつけて投稿してください。いいお写真を発見したら動画でご紹介させていただきます。写真でもアグレットコミュニティを盛り上げていきましょう。それでは今後1週間のスケジュールです。今回は日曜日以外はいつもとそんなに変わりませんので駆け足でいきます。8月26日金曜日はデイブズギャラリーです。今回は予定されているドロップ数もオークションも少なめのようですね。9月の予定をいろいろお話しするよと予告されていたので、前半の告知が長めなのかもしれません。デイブズギャラリーは毎週金曜日の朝8時から公式のディスコードサーバーで配信されます。まだサーバーに参加していない方は概要欄に招待リンク載せておりますので、ぜひ設定してみてください。では次に8月27日土曜日朝9時はクリエイターズドロップです。今回は鮮やかな色のセットですね。いつも変わり種が一番早く売れるので、今回だと惑星付きのこの靴下でしょうか、宇宙物好きには見逃せませんね。各種1000足で毎週即完売してしまうので、複数種類買うのが難しくなっている状況です。自分の好きなデザインから順番に狙っていきましょう。さて続いては8月28日日曜日朝9時のウィークエンドドロップです。こちらが注目のショップ9です。このショップ9って何ということなんですが、実は今現在のショップがショップ8、
そしてそれをショップ9へフルリニューアルしますよということのようです。前回のリニューアルで今のショップ8になったのが今年の4月末だったんですね。私を含めて多くの日本人プレイヤーが参入したのが5月の連休明け頃ですので、我々にとっては初めてのショップリセットになるわけです。このショップリセットでは今のショップにあるものを一度すべて消して30種類の新しいスニーカーが一斉にドロップされます。ってことはこのモコモコウサギスリッパもとうとう消えてしまうんでしょうか。モコモコスリッパを含めて再度気になるものがないかリセットの前にチェックしてみてください。コービーデーでだいぶ使ってしまった後かもしれませんが、たくさんお買い物できるようにまた頑張ってアグレット貯めていきましょう。では次に8月30日火曜日0時からはアグレットオリジナルズです。あれ今回ビームのデザインが2つありますかね。もちろん私は緑推しです。最後に9月1日木曜日0時はミッドウィークヒートです。来週早くももう9月ですよ。8月のカレンダー外になってしまうので内容はまだ分かりません。公式さんもね、最近発売時間にならないと靴の画像出してくれないんですよね。時間も遅いので忘れがちなイベントですが、その時間まだ起きている方はぜひチェックしてみてください。いつも通りスケジュールを日付順に並べておきました。なんか最近ダイナミックロケーションの発動がかなり不定期になりましたね。全然予測マークがつけられません。今後も周期はバラバラでいくんでしょうかね。また分かったことがあれば追記していきます。こちらはツイッターの固定コメントの方に画像を上げておきますので、簡単なものですがよかったら画像保存してご利用ください。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。コービーアパレル全然出えへんからこのパーカーだけでごめんな。このスギちゃんショートパンツ意外に似合うやん。しばらくこれでいこう。